今日は町に出てきました。町だね、うん、町田じゃない、東京の町田じゃありません。はい、はい、名古屋市にいます。はい、はい、じゃあ、アハ体験もしてくださいね。はい、はい、はい、じゃあ、名古屋弁講座も行ってみる。はい、わかりました。はい、じゃあ1個目。はい、はい、あんたの名前なんてやす。あんたの名前なんてやす。なんてやす。みそとんとん。イエーイ。はい、わかりました。あんたの名前はなんてやす。かしわーまん、わわわわわ。はい、ちょっと噛んだ。噛んだ。ガムは噛んでません。はい、はい、なんてやす。なんてやす。なんてやす。なんていやす。はい、わかりました。わかりました。はい、はい、なんですか。あなたのお名前なんての。はい、ストーリー。はい、そういうことです。はい、はい、わかりました。はーい、はーい。これ、名前何十年っていうやつだね。それそれ。何十名前やねん。あ、そう、あなたのお名前は。はい、ですね。はい、皆さん、あの、ちゃんと手を挙げて答えてください。はい、はい、わかりました。はい、はい、じゃあ次行ってみましょうかね。はい、はい、彼女伏せとる。あ、ワン、ツー、ワン、ワン。彼女伏せとる。そう、デブ。違う。デブじゃない。違う。デブじゃないのこれ。違います。どういうこと？太とるじゃない。太とるやつ。ちょっといい感じな感じ。いい感じじゃないやつ。はい、どうやつ。ふん、ふんって。ふん、うんこついてる。違う。うんこつけた。うんこ踏んだ。汚いわ。あ、上上空も気をつけないと鳩のうんちが降ってくるからね、これ。違うからね、全然関係ないですよ。関係ないですよ。皆さん、口開けてるところパクって食べちゃう。パクってうんち。汚な。そういうことばっかり言ってるもんでさ、伏せとるなは。うん、違う。うん、あ、違う。違うみたい。違う。伏せとるはね、はい、ご機嫌斜めとかね、ふてくされてるとか。あ、斜め。斜めにし、って飛んどくやつ。はい、できまーす。はい、おかえりー。はい。彼女伏せとるはね、ご機嫌、彼女ご機嫌斜めだ。あら、ふてくされとるやつだね。ふてくされとる。あら、まあ。やっぱり鳩のうんちかかったからじゃない。違う。なのかな。うんちも踏んだし、うんちもかかったし、うんちだらけ。なんで運がついてるんでしょう。そう、いいと、いいと思う。それでいいと思う。うんちつけてください、皆さん。ダメです。はい、草。臭いでかん。はい、これ、なんだった。あ、伏せくされとるだったね。伏せとる。伏せとるだね。伏せとる。伏せとるじゃない、伏せとる。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 はい、アメリカに行ってきます。それシアトルって言ってみや。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ次行ってみる。はい、はい、まっぺん見てみや。はい、まっぺん見てこや。見てりゃ。見てこや。見てこや。まっぺん見てりゃ。まっぺん見てりゃ。見てワンって言ってない。まだワンワンって何て言うか。ワンじゃない。ワンツーでもない。スリーサンじゃない。はい、なんだったっけ。マッペン見てりゃ。はい、あ、まあまあまあ、マッペン見てりゃ。見てこや。ほれほれほれみや。ほれみや。もう一回見てりゃ。はい、どうだった。見てきた。何がどうだった。何見に行ったか忘れた。だいぶ年寄りだと思う。何見に行った。なんか見てきた。なんか見、なんかほろほろみ。はい、アホ。わかりました。はい、もう待って、もう一回見てりゃってことだね。そう、もう一回見てらっしゃい。見てきてくださいませませ。ませませませらーませらーませませませら。はい、誰も邪魔せんが。あ、わかりましたよ。はい、じゃあ次も行ってみる。はい、そんなこと知らがや。わわわわ。あ、そんなん知らんがや。知らん。そんなん知らんがや。知らんがや。そんなん知らんがや。知らんでかん。さっきのあれだ。どれだ。なんか見てこや、見てきた。見てきた。ん、見てこやってた。何、何見に行ったっけ。そんなん知らんがや。そういうやつ。それでかましてかかもそこで。そういう、誰も分かれてるやつなもん。あ、そういうやつ。そういうやつ、あ、なあ。
今タクシー走った走った走った早かった早かった本当だ、いつも早いからね、この番組に出る人たちは、ね、バスも早いしね、はい、そういうことわ、うん、かりましたよ、はい、はい、じゃあ次も行ってみる、うん、何だった、何が、そんなん知らんがや、知りませんよ、そんなこと知りませんよーだヨーダヨーダが出現しました、はい、はい、はい、じゃあ次行ってみる、はい、はい、頭痛痛いのヨナタ違う、なんて言った、よく言ったね、頭痛が痛いって頭痛が痛い違う、頭痛が痛いの頭痛いのヨナタ、な頭痛いのヨナタ、頭痛が痛いが頭痛が痛いおかしい、頭痛が痛いがヨナタ、痛いっていうことばっかり取る、痛い頭痛はヨナタ、よかったね、ヨナタ、もう頭痛持ち大変だからね、いつもね、バッカリンと友達、頭痛っていうお餅なの、お餅、お餅おいしい、伸びる、ビヨーンって伸びる、あれ毎日、毎日お餅、毎日お餅、違う、毎日頭痛だった、はい、毎日頭痛が痛い、はい、もうバッカリンが手放せない今日この頃でした、病院行ってくださいね、そういう人はみんな病院行ってくださいね、かもしれませんよ、病院行ったら血圧高いの分かっちゃったもんね、ショックだったもんね、あーもう毎日薬飲んでる、ショック、あーこれ治るのかしらね、頭痛じゃない血圧高い人って、治らないと思う、治らない、あら死ぬまで血圧高いまま、お友達、お友達増えたね、これいかんと思うな、友達やった、お餅も友達だし、バッファリンも友達だし、血圧も友達だし、だしやった、最近足痛いし、あら、あだいぶダメになってきた、うん、風が吹いても痛いやつ、あそれいかんと思う、おケアが儲かる的なやつじゃなくて、 あれ食べていかんって言われた、あれあのあれ、なんかそういうやつ、何プリン、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 いかんっていかん、プリンいかんって言われた、プリンタイってやつ、プリンタイ、プリンタイ、プリンタイ、どういうタイなのかした5人衆かもしれんね、プリンの体で、はい、わかりましたよ、あ、そっちのタイなの、タイ、ゴレンジャーみたいなタイじゃない、違う、ゴレンジャーって誰も知らんと思う今、違う、もう古すぎてばっかりすんねかん時代は、時代がバレてきた、だいぶ、あ年もバレてるしね、だいぶね、おじいちゃんだもんね、はい、そういうことだと思う、はい、何の話しとか忘れた、あ、頭痛が痛いの治った、うん、な、そういうやつ、はい、頭痛が治った、頭痛が痛かったらしいよ、はい、わかりましたよ、はい、じゃあ次行ってみる、はい、はい、ケッタでこいて、ケッタこいてこいて、はあ、まあまあ、ケッタでこいて、ケッタこいてこいて、こいてこいて、ケッタこいてこいて、聞いてますか、聞いてない、ケッタこいてこいて、はあ、ケッタこいでこいで、プー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 、そのプープープー、チンチンじゃない、ケッタこいでこいでって、へばかこいとって感じ、意味わだ、ケッタこいでこいで、あ、はい、わかった、ケッタこいでこいで、わかった、何やってるかやってみよう、そこだ、番組中だよ、今、ケッタこいでこいでこいで、わかった、わからせん、難しい、けったこぐって言うが、こぐではこいで、こい、こいてこいて、へばっかり、こいで、くさ、あ、こいで、こ、こいでくん、はい、自転車で来てね、はい、自転車で、こいで来てね、こい、こいてこいて、自転車で来てるかなんだよ、あ、あ、それさ、うん、何も、はい、そういう人がおったなと思って昔、早くおいでって呼んだらさ、自転車担いで走ってきた、そんな人見たことないけどね、そういう人も昔行ったらしい、昔の自転車重いじゃん、そう、そうなの、自転車こいでおればいいのにさ、コキコキって、うん、これね、コキコキ言ってるヘバッカこいとるが、ほんとだ、くっさ、もうここなんかスタジオ黄色くなってきた、スタジオじゃない、ここ丸の内ってとこ、うん、はい、じゃあ次行ってみようかね、はい、はい、じゃあね、次行きます、はい、あんた偉そうだけど、で大丈夫かね、あ、まあまあまあ、あんた偉そうだけど、大丈夫かね、大丈夫、で大丈夫かね、大丈夫かね、はい、あんた偉そうだけど、で大丈夫かね、大丈夫かね、偉いって、偉い、みんな偉い、休んでくださいね、偉い時は、それね、あ、なんか
こっちの、ね、関東では通じないやつ。お偉いさんがいっぱい偉そうって、あんた偉そうに、そういう人じゃない、大丈夫、そうじゃない、体が硬いってやつ、硬いってやつね、硬る具合悪そうだけど大丈夫、そう、なんか買ってくれるって誰かが、じゃあね、はい、そんなこと話してない今、なんか買ってくれるって言った、硬いって言った、硬いです、はい、はい、こんばんは、硬いです、はい、わかりました、はい、何が硬い、あ、だるいってやつだか、だるい、そう、あ、エレアでかん、体エレアでかん、カタルイ、わ、わ、あ、そうやつ、エレアでかん、そう、エレアでかん、走ってきたらエレアでかん、大変なことになってるからね、今ね、そう、そういうやつだよね、具合は悪くないから大丈夫、はい、次行って見ればいいと思う、はい、はい、風邪ひいたもんで声出せんでかん、わん、風邪ひいたもんで声出せんでかん、怖い、だか、あ、野球やっとる、それで野球やっとる、あ、さささじゃない、風邪ひいたもんで声出せん、風邪ひいた人野球やっとるって感じだもん、そこで野球やってません、カンテだ、今カンテ、キンテだが、ここ野球の皆さん見てる、早く寝てくださいね、今日は、はい、はい、そういうことだよね、どういうこと？そういうことじゃありませんよ。そう、風邪ひいたもんで見れません。じゃあ、なんだ、待て。声出せん。そう、風邪ひいたもんで声出せん。声出せんでかん。風邪ひいたから声が出ません。こんばんは。こんばんは。みそとんたんです。あれ？森みつこです。違う？森、誰だった？森慎二だった？バカ人。間違えた。はい。じゃあ次行けばいいと思う。はい、声出せんもわかるもんね、これね。うん。はい。じゃあ次行ってみまーす。まだやっとるせんでかん。はい。まだやっとらせん。まだやっとらせん。まだ。時間早いで、あそこの店やっとらせん。まだ閉まってる。シャッターが閉まってるから、まだ食べれせん、なんでも。はい。残念だが。はい、開けや。って言ってりゃ。言ってりゃ。はい。はい。はい、開けてー。そんなことやっとってかんと思う。はい、あきゃん、あきゃんと思う。あきゃん。あきゃんとだよ。誰もらんかった。はい。まだ、今日休み、定休日。早く行ってよ。定休日だもん、で、まだやっとれせんと思う、今日は。定休日だよ。はい。明日にならんとやらんね。そういうこと。はい、まだやっとれせんじゃない。明日にまだ待ってください。はい。はい。じゃあ次行ってみればいいと思うけど。あっ、これ、みやー。これ。ほら。すごいよ。それ。ここ。ほら。すごいね、なんかさ、書いてある、それ以上言ってかんと思う、本当だ、はい、見つけてくださいね、皆さん見つけたかね、これね、ちょびっとしか変化しないかもしれないけど、ちょこれびっとちょこれびっとはい、わかりません、はい、わかりません、はい、だったらさ、今日最後のやつ言ってみればいいと思う、わ、はい、からんかったんでしたからね、はい、わかる、はい、いきます、最後のやついきます、靴ひもぐずぐず、はい、靴ひもぐすぐす、それ靴、どういうやつ、靴玉がいっぱいくっついてる、それぐすぐす、靴玉、なに、靴ひもがね、ゆるいの、ああ、なんか、縛っちゃったやつじゃないの、それ変な形に縛っちゃったやつ、変なさ、蝶々結びにあったやつが一個だけ抜けてギュッてしまっちゃって、あとでほどけえせんやつ、ほどけえせんやつじゃないんだよ、ゆるいんだよ、あら、ゆるかったらいかんが、ほどけちゃって踏んでこけるがパン、それいかんと思う、みんな怪我する、こけたことある人、はい、はい、靴ひも踏んでこけたパン、痛いでかん、痛いでかん、そう、裾も踏んでこけたことあるし、なんか知らんけどよくこけた、0.5 ミリでこける、いかんと思う、それあははじゃない、笑い事じゃない、それ膝取れちゃった、この前膝が取れた、パカッとそんなこと言っとったかな、もうそう、ちゃんと靴ひもを絞って縛って歩いてくださいね、はい、わかりました、散歩行くときもちゃんと靴履いてない、普段は、そんなの
はい、運動会の時しか履かへん。運動会、はい、運動会、春の運動会、秋の運動会、さあどちらが好き？春。あら、秋の帽子もいっぱいあるじゃん。暑いもん。秋、冬、あれ、夏じゃない？春か秋かどっち？あ、でも最近春、春も秋もなくなってきた、ね、ジャパンでした。ジャパン。ジャパンは春もない。ない。そう。サマー&ウィンター。はい。まるで、熱帯雨林地域になってきた。あ、いかんと思う。誰か助けてー。誰も助けてくれ、戦争なの。はい。わかりましたよ。じゃあね、今日これ終わっちゃったじゃん。何の話した？あ、そう。靴紐で終わったじゃん。うん。そうね、また来週もやっちゃうけどね、うん、はい、また来週もお楽しみにしてくださいね。ね、そう、来週はどこに出現するでしょうか。お楽しみにね。お楽しみに。はい、じゃあ今日はね、これでね、終わっちゃいますけどね、うん、はい、またね、来週もお楽しみに。じゃあねー。はい、チャ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 。